ではいつも通りヨシナに。必ずや五感があるでしょう。まあ、しつけえな。寄るんじゃねえよ。こうが撃てる。どこまでも醜いな。これが種族が一つかのごとき理想郷か。叶わぬと悟った時に滅ぶべきだったのだ。貴様ら、大きな。この国もな。なんということだ。陛下のお命が奪われるなど。王子殿下に続いてこのような。急ぎ世継ぎを決めねば王の魔法の継承が途切れて。そうなれば他国からの侵攻が。それだけではない。我が国は連合王国。悪くすれば内戦もあろう。国難にこそ我らは結束せねば。フォーデン陛下。誰がこのような。王の寝所に入れるものなど限られています。ですが。いや、陛下は王の魔法を継ぐ希代の魔導士。心臓を一突きなど並大抵のものでは。王子殿下を襲った賊も突然城に現れた。神をも恐れの王族殺し。できる者がいるとすれば、ルイ。さて、困りましたな。王子殿下はすでに創世。他に王位継承権のある方々には王の魔法をなす王爵を告げるほど素養ある御人はおられないようだ。こうなると果たして誰が次の王か。今から始まろうとしているのはメタファー・リ・ファンタジオのプロローグデモ版だ。収められているのは物語の最序盤のみになるが、基本的に製品版と同じ体験ができるだろう。なおセーブデータは製品版に引き継ぐことができる。幻想への好奇心に感謝する。誰かな。どこからか私を覗き見ているのは。君が何者かはわからないが、私たちの世界に関心があるのかい。興味深いね。名前を教えてくれないか。他の誰でもない、今こちらを見ている君自身の本当の名前を。珍しい響きだ。こちらの世界ではあまり聞かない。私のいる世界の出来事は君にとっては絵空ごと、別の地平の物語、すなわち幻想だ。だが
すべてが君とは無関係だと言い切れるだろうか。こちらの世界に触れようとしているなら、初めに聞いておこう。幻想とは、現実に影響をもたらさない無力な作り物か。ただの夢物語ではなく、幻想が己の生きる現実に何かをもたらすこともある。君はそう信じているわけか。私には未だ答えがわからない。だがもしも幻想とは世界がこのままである必要はないという願いなのだとすれば、幻想こそが世界をも作り変える新たな現実となるかもしれない。それを確かめるため、君が体験しようとする物語を見守ってみることにしよう。それでは始まりだ。うまく入り込めたね。ここを抜ければもうすぐ王都よ。本当なのか、王様が死んだって。軍は葬式の支度に兵を取られて治安は最悪。ただでさえ妙な怪物が出るとかで兵隊が足りんのに。怪物か。確かに近頃噂を聞くな。おまけに王には世継ぎがいない。後釜争いで揉めるだろう。思いやられるぜ。なになに？凱旋者。諸君、我々は義勇団である。王家も政教ももはや救いにならぬ。軍神ルイ様の世が来るぞ。資金と忠誠を捧げよ。従う者は守る。だが逆らえば。波動機族のくせに。ほら出せよ。そそやしろ。次。お前、こりゃ珍しい。エルダ族か。本当だ。角も長い耳もね。汚れた種族だ。王都に何の用だ。おっと、なんだ、生意気にこんなもん持ちやがって。待て！逆らうなと言っとる。おい！おい、騒ぐな！皆殺しにされたいか！抜いても、死ぬ覚悟はあるということだな。邪魔だ！治安悪すぎでしょ。軍神ルイ様の世が訪れるとか言っちゃって。ちょっと大丈夫？まあ首がつながってるだけマシね。匿名のことはバレずに済んだし、幸運だったと思いましょ。匿名って？ちょっと冗談でもやめて。分かってると思うけど、私たちの正体が誰かにバレたら終わりだからね。
命より重い任務よ。失敗したらもう行き場なんてないんだから。大丈夫？行くわよ。止まって。気をつけて。警戒して、強敵が近くにいるわ。一応確認しとくけど、初任務の手順分かってるよね？手順ってなんだっけ？命より重いって言ったよね。まずはオートに入って、歩兵者で新兵として採用されるよう動いて。これは王国の命運がかかった特命。遂げるか死ぬかよ。でも死ぬのは嫌。絶対やり遂げましょう。日が暮れる前に抜けないと危険ね。めげずに急がなきゃ。不安は現実に恐るべき怪物を生み出す。これいつもの魔法をかけてあげる。気休めくらいにはなるでしょ。この世に初めて生まれた魔法は音楽なのよ。どう？乗ってきたでしょう。種族と3つの国が魔法の恵みに抱かれる大地、ユークロニア連合王国。王国歴785年。ユークロニアは突然の王の死に揺れていた。不安から種族同士はいがみ合い、格差に引き裂かれ、かつて歌われた英雄譚を覚えている者もない。
これはそんな世界を塗り替える幻想の物語。しろよ。つるせ、つるせ。違う。俺は何もやってない。嘘つけ。二本足の犬め。楽しきで何でもやるやつらがよ。他の者を魔導機の正しからざる使用の咎で死刑とする。カリパスってだけで言い分すら聞いてもらえないのね。ひどいだろ。あんた何か恵んでくれよ。ありがとう。俺にはちょっと恵んでくれよ。田舎とは違うのよ。まったく。遊びに来たんじゃないからキョロキョロしないで。馬車でも分かったでしょ。あなたと同じ種族なんて一人もいないんだから。にしてもさすが王都ね。いろんな種族が行き交って田舎じゃありえない。でも決まった種族が幅を利かせてるらしいよ。クレマール族とかルサント族とか。ただでさえエルダ族なんて珍しいから絡まれないよう気をつけて。ねえ聞いた？陛下の話。病気じゃなくて本当は殺されたとか。しっ、めったなこと言っちゃダメよ。確か王子様の時もそうじゃなかった？襲われたとかって。いやだわ、これ跡目争いよね。勉強で怪物が出たってよ。今度も兵隊を送るらしい。ここんとこ軍はふぬける一方だな。ルイ様が中央にいた頃はもっとビシッとしてたのに。この国どうなっちまうんだろうな。せめて後継ぎの王子が死んじまってなけりゃな。陛下が見まかられたこの一大事にもやはり王子殿下の身に変わりはないか。王国一の聖女ですらも清め得なかった呪い、いかな我らであってもどうすることも。襲撃から早10年以上だ。お体の衰弱ももはや限界か。このようなやり方殿下はお許しにならぬであろうが、いや無礼はいい。殿下を呪い陛下のお命までも奪ったあの男だけは決して許してはならぬ。軍へと潜り込み同志に伝令を届けてはもらえぬか。まさかお主に頼むことになるとはな。だがもはや仲間もおらず他に手立てがないのだ。これは匿名である。よいか、必ず伝えるのだ。ねえ聞いてる？まあ
いろいろ思い出しちゃうのも無理ないか。王子様、あんたとは特別仲が良かったしね。さ、ボートには入れたけど、こっからが本番よ。伝令のために同志が潜ってる国軍に入隊しないと。正統後継者の王子殿下がまだ生きてること、それに私たちの正体バレたら終わりよ。骨は拾えないから覚悟して。まずは母兵舎の建物を探しましょう。そこで新兵を募集してるはずよ。仕様の最新型か。これさえありゃちょっとは上位の魔法が使えそうなんだがな。さすが都会ね、魔導器がこんなに出回ってる。へえ、いろんな形があるもんなのね。一つくらい欲しいな。いや、いくらすると思ってんの。けど魔法を使うのに道具が必要なんて、あんたたちは不便ね。その点私なんか魔法も使えるし、マグロの流れだって見えちゃうし、まあどっちもちょっぴりだけど。おお、珍しい。妖精にエルダ族の子供か。この辺のものじゃないの。もしそうなら捕まらないよう気をつけること。ここの金持ちには宝塚が多いから。失礼、私がここの店主だ。魔導器が気になるのか。これなどいかが。王爵を模した特別な記念品だ。王爵って知らないんだっけ。なんて説明したら。王爵は代々の王が証として受け継いできた一本の爵条だ。天変地異も起こせるようなとんでもない魔法が使えるらしい。要は世界最高の性能を持つ魔導器だな。王はそれを抑止力に国を守ってきたわけだ。けど後継ぎがいないまま王様が死んだ。そういうことだ。次期王の魔法の加護は途切れる。何しに来たのかは知らないが、ここは近いうちに一波乱あるだろう。覚えておきます。自分の身を守れるのは自分だけだ。肝に銘じて。なんか妙な天使だったわね。でも確かに気をつけなきゃ。っていうか油売ってられないわ。さ、軍の母兵舎まで急ぎましょう。向かおう。さて、
て。さて。なんてこと。ごめんね。あそこが母兵じゃね。じゃあここから先は任せるわ。あ、面接で何か聞かれても任務に触れない限りは素直に答えていいから、うまく採用されるよう頑張って。じゃあしっかりね。貴族出身？食うに困らんはずのやつがなんでここに。さては家が落ちぶれたか。ここでは強さを家柄で測るのか、俺を軍に入れるのか入れないのか。て、若造ね。いいだろう、入隊は認めてやる。だが軍務では上官命令は絶対だ。死ぬことだって任務に含まれる。青臭い坊ちゃんに現実を叩き込んでやる。せいぜいお国のために死んで役立て。貴重な味方を脅して統率か。思ってたより能なしの集まりだな。でも安心しろ、この国は俺が変えてやる。こいつ、言わせておけば。やめとけ、こんなことで医者の仕事を増やすな。悪運に感謝しとけ。ほら次。はあ、エルダ族だと。まだ生き残ってたんだな。年は18の孤児か。兵士としてはうってつけだな。志願した理由は何だ。仕事が欲しいだけだ。冷めたやつだな。ま、寝なし草じゃ他に稼ぎ口もないか。で、軍でどういう活躍ができる。得意なことはあるのか。こう見えて力はあります。その細腕でか。とてもそんな風には見えんぞ。最後だ。貴様、字は書けるか。書けるならこいつに名前を書くんだ。いいだろう、貴様の入隊を認める。やった。知っての通り、怪物騒ぎやらで人手が足らん。生半可な覚悟じゃ最初の認知で死ぬことになるぞ。では受付の中で装備一式と新兵用の魔導器を貸し与える。受け取っておけ。珍しがって壊すなよ。行ってよし。次。Thank you.
出るらしいぜ、あれ。見たこともない怪物だっけ。兵士が足りないのはそいつにやられるからとか。確か名前は人間。よし、次。クレマール族か。まさかエルダ族ってやつか。こりゃ珍しい。どけ、こっちが優先だ。こんなガキに貴重な魔導機の無駄だろ。たく忌々しい。俺ならもっと手柄をあげられる。こいつはもらうぜ。強いなら奪うのは当然か。なんだてめえ。戦う理由は誰にだってある。列に並べ。ちっ、うるせえクレマール族だ。自分が全部正しいと思い込んでやがる。力じゃ俺たちにかなわねえってのによ。種族は関係ない。これは教授の問題だ。謝れ、俺と。そ、おい、そこの新兵ども、死闘は禁止だ。ちっ、騒いで悪かったな。大丈夫か。正直助かった。やりたくてやったことだ。気にするな。じゃあな、早死にするなよ。ったく、ごめんごとはごめんだぜ。ほら、魔導機だ。受け取れ。最近のものは初めからマグラの結晶もついてて、練習次第で誰でもそこそこに魔法が使える。ま、一日で使いこなせとは言われねえよ。新入りはまず命の心配してな。それとだ、こいつも渡しておく。これも貴重品だぞ。すっごい、これ地図よ。外は危険なのによく調べてある。確かに軍にしかない貴重品ね。聞け、新兵ども。今日から貴様らひよっ子どもを預かる兵士長のクリンゲルである。知っての通り、陛下が崩御され、多くの兵が国葬を警備する。だよって貴様らにはまず訓練を兼ねて北の国境近くの砦の警備に向かってもらう。あそこは歴戦の兵士も多い。可愛がってもらえ。よしよし、狙い通り。同志はその北部国境の砦に潜入中よ。今夜はせいぜい最後の安眠を味わっておけ。では解散。かなりの数が集められてる。よっぽど兵が不足してたのね。そういえば潜入してる同志とは初対面だろうけど、あんたの剣を見せれば大丈夫よ。それが死者の証になってるから、向こうの顔は知ってるし安心して。それじゃ明日のために早めに休みましょう。ねえ、起きてる？寝てる。起きてるじゃん。なんかそのいろいろあったから眠れなくて。話には聞いてたけど、いまだにこうも差別されるとはね。大丈夫だった？こんなもんだろう。私はそこまで割り切れないけど。怪物騒ぎも汚れた種族たちのせいだって噂してる人もいるみたいだし。ま、昔エルダ族の集落を焼き討ちにしてきた連中だもんね。昔の話だ。
それはそうかもしれないけどさ。けど王子だけは誰でも分け隔てなく優しくしてくれた。その恩をしっかり返さなきゃ。そうだ、あんたがいつも読んでる本、王子にもらったものでしょ。見せてくれない？本って？いや、あんたがずっと持ってる本よ。馬車で襲われた時は取られなくてよかったね。ありがとう。確か幻想小説ってやつだっけ。実際には存在しない幻想の世界を描いた珍しい本よね。王子が好きそうな話だわ。何々？若い旅人がその世界を見て驚いたって書かれてるわ。その世界には種族は一つだけ。誰もが互いを認め合い、生まれでの差別など存在しなかった。一つだけ？私みたいな妖精もいないの？まあ種族同士の揉め事は起きなそうだけど、彼らに魔法は必要ない。学びと手技だけで巨大都市を築く。天をつくガラスの塔、闇のない安全な夜、行き交う車、そして満たされた彼らの法には民の命は平等だと書かれている。わあ、なるほどね。魔法がなくて、種族の争いもなくて、命も平等。夢物語って感じだけど、ちょっと羨ましいかも。って、あんた、もう寝てるの？私一人じゃめくるの大変なのに。それじゃ、今日はここまでね。おやすみなさい。休んでなくていいの？大丈夫。今日は君と話しておきたいと思ってね。僕の夢はいつか王国がこの本に描かれた国みたいになることだ。理想世界を描いた小説だったね。うん。どの種族が偉いとか、汚れているとか、生まれで人生が全部決まってしまう、そんな世の中は終わりにしたい。この里のエルダ族だってそうさ。君らは何もしてないし、僕をかくまってくれた。なのに火まで放たれて、もう誰もあんな目に遭ってほしくない。誰かが変えないと。大丈夫か？無理できる体じゃ。現実が残酷なのは分かってる。でも最後まで諦めたくないんだ。僕は王子、王様になる者は英雄でなきゃいけない。英雄？辛い時こそ先頭に立って困難を打ち倒す人のことさ。父上から教わったんだ。この国にはかつてそんな英雄がたくさんいたって。だから諦めない。どんな生まれの人でも自分の未来は信じていられる。そんな理想の国をね。笑われるかもしれないけど、きっとできるさ。いつもそうだった。苦しい時に君がいたから、どんなことも乗り越えられた。叶えよう。君ならなれるよ、英雄に。
僕だって諦めないよ。どんなことがあっても。国境の砦到着まであと1日。新兵を乗せた馬車は目的地へとたどり着く。北部国境の砦、併合戦争の時代、隣国との国境の山あいに建てられた砦である。だが近年、怪物の増加によって王都の守りの重要度は増しており、送り込まれる兵士の数は再び増えつつある。新米の兵士たちは砦へと続く急勾配の坂の手前で馬車から降ろされることになる。やっと着いたか。全身が石みたいだ。おい、そこの若造、戦場で隙を見せるな。国境は平地でも揉め事が起こる。常在戦場だ。整数字は伸ばせ。幾多の視線をくぐったこのクリンゲル様が兵の心構えを解いてやる。あれはそう、偵察任務の時だった。付き合いきれん。それよりお前が読んでた本だが、どんなとこが面白いんだ。魔法がないおかげで平和なのが面白い。魔法なんてない方がいいって。うん、確かになかなか面白そうだな。要は理想郷を書いてるわけか。本はそれなりに読んできたが、そんなのは初めて見るな。死んだ国王もあれで即位したての頃は融和を掲げる理想論者だったらしいぞ。だが途中で投げ出して不可能だと証明しただけに終わった。どうだい、あの凡人王には荷が重すぎたんだ。貴様、新兵の分際で陛下の悪口か。聞き流せねえな。士気が下がる。ちっ、めんどくさい。言いたいことがあんならはっきり言えよ。あ？受けて立ってもいいけど。正面切って俺たちに喧嘩売るとはな。劣等士のくせに度胸のあるガキだ。まあいい、今回はそいつに免じて許してやるが、あんま調子乗んなよ。文句つけたがりのクレマールさんよ。やれやれ、確かに個人を悪く言った俺も良くない。思ったことがすぐ口に出るたちでな。だがお前とは馬が合いそうだ。まだ名乗ってなかったな。俺はストロールだ。アリア伯レオン・ストロール。お前の名は？という名だ。うん、いい響きだ。嫌いじゃない。身分の違いは忘れていい。
新兵同士気兼ねなく行こうという話があったわけだ。よし、では貴様らひよっこどもには。誰か。俺は兵士か。おい、大丈夫か。何があった。気をつけて。あれは普通じゃな。我が隊の者じゃない、砦の兵士だ。まさか陛下なき今を狙って隣国が反乱を。とにかく全員急ぎ砦に向かえ。私はここで救護活動を続ける。待て、状況もわからないのにか。せめて隊を分けるか、応援を。教官命令である。逆らうのか。反逆罪に問われたいか。臆するな。貴様らも栄光ある王国軍兵士だ。手柄を立てろ。褒美は約束してやる。もうやるしかねえ。稼ぎたくて兵士になったんだ。これで一気に金持ちだ。よし、行くぞ。くそ、無視もできないか。仕方ない、行くぞ。ねえ、嫌な予感がする。なんていうか、匂いがするの。どんどん強くなってる。おい、どうかしたのか。お前、それまさか妖精か。捕まえたのか。自分の連れなんだ。まあそういうこと。あと呼ぶなら名前で呼んで。ガリカって立派な名前があるんだから。連れなのか。つまりずっと隠れていたわけか。無駄に騒がれたくなかっただけよ。それより嫌な気配がする。下手に進まない方が。ああ、無能な上官に付き合って無駄死にする気はない。先に行った連中を追わず離れてついていこう。お前、魔導器はちゃんと使えるんだろうな。さあどうだろう。使ったことないだろうし、平民だもの、珍しくないでしょ。わかった。とにかく安心しろ。死なせやしない。付き合うぜ。参ったわね。あんたは戦わないで済む予定だったのに。慎重に進んでいきましょう。砦にいる同士の方も無事だといいけど。まずい。何？
頼んだぜ。大丈夫。キュッキュッキュッ。押し切った。このままだ。炎の力だ。往生際が悪い。ふっ、やっ。ふう、なんとかなったね。これで片付いたか。やった、うん、ねえ、待て、気をつけろ。ねえ、いい？ふっ、このまま押し切る。続けて攻め。今の攻撃からだ。燃え尽きろ。思ったより耐えるな。ふっ、やっ。こんなところで止まってられない。いい手応えだ。押し切った。今だ。強い。炎の力だ。意外と楽勝だったな。これでもう近くに敵は残ってないね。せっかく ちょっと待て。お前、なるほどな。なんだ。急ぐぞ。急ぎましょう。気づかれた。耐えてみせる。敵の先制攻撃よ。行くぞ。燃えろ。炎の力だ。思ったより耐えるな。燃え尽きろ。一件落着だな。
一気に攻める。よし、一気に行こう。挑む相手を間違えたな。さっ、続けて攻める。強い。よし、燃え尽きろ。やれるようになってきたのかな。これで片付いたみたいね。キャッカッ。使えそうなものならもらっとけよ。押し切った。ディモが来る気かも。ふっ、やった。いつもこういった運動、さらなる高みを目指す。近くに敵が残ってるよ。油断しない。一気に攻める。先制攻撃だ。火力を尽くす。やっ、このまま押し切る。先手だ。行くぞ。ふっ、やった。強い。燃え尽きろ。残り一つ。やるね、ストロール。調子。ふっ、はっ。こんなところで止まってられない。一気に攻める。よし。続けて攻める。戻ってくるぞ。ふっ、やった。やれるようになってきたのかな。敵は倒しきったみたい。しばらく安全よ。行くぞ。どうする？ええ。食い止めるぞ。人間、こいつが、こいつらが。とにかくやるしかないよ。行くぞ。燃えろ。化け物が、やってやるさ。炎の力だ。
が全然効いてない。ふっ、やっ、燃え尽きろ。これほどか。俺が奴を引きつける。でもいいか、俺は貴族だ。貴族が民より後に死ぬのは恥なんだよ。じゃあな、ちゃんと生き残れよ。すまない。嘘でしょ、返事してってば。大丈夫か。バカ野郎、早く逃げ。何時定めを課せられしこの憂いを抱える旅人よ。あなたはやがて王となる定めの子。今は分からず、いずれ全てが回り出す。道は二つに一つ。その試練へと赴くか、ここで倒れ伏すか、さあ選ぶのです。選ぶ。いいでしょう。恐れと向き合う魂には英雄が目覚める。己自身に命じなさい。内なる英雄の姿に変われと、己の心にと。これじゃあ攻撃
撃しても回復されちゃう。まさか体の加減はしない。疲れるなんて。あのリンゴ叩き落としちゃいない？突きやれろ。風よ、一気に攻め、自由な旅人の力を。ふっ、やっ、あのリンゴみたいなのどうにかしなきゃ。そうね、私ならできることがあるかも。了解、任せて。これならもう回復もできないはず。今のうちにやっちゃいましょう。王者の魂をここに。加減はしない。突きやれろ。少ないな、いい手応えだ。本当の力とは、すなわち願いは心よりいずるものけれど、願いは恐れや不安の裏返し。古来よりその試練に立ち向かった者だけが願いを叶え、美徳の道を示すもの、英雄として語られてきました。あなたに目覚めたのはそんな英雄の精神。すべての人に眠る未知への不安を探求心へと変える力。世界を変えたいのならその力を手に旅に出るのです。己の使命を探し出す旅に。何今の声？っていうかあんたもさっきの力、あれ何？いきなり心臓が金属みたいに変わったと思ったら姿まで。見て、ストロールって人まだ生きてる。驚いたのか、誰か生き残ったのか。その声もしかしてクライアス？よかった、生きてた。お前ガリカか。ほら、彼が例の同志よ、伝令を届ける相手。手ひどくやられてるな。肩を貸してくれ、一緒に運んでやろう。血の匂いで獣が寄ってくる。急いでここを離れるぞ。気を失ってるだけのようだ。ここなら少しは休めるだろう。改めて久しぶりね、グライアス。とんだ再会になったけど。お互い生き残ったんだ、上出来だ。加勢できずすまなかったが、そいつは新顔か。しかしなぜあの力を。あんなの私も初めて見た。グライアス何か知ってるの？まあな、それより今は任務の話だ。うん、時間も惜しいから伝えるね。グライアス、今回あなたに課せられた任務は、国王暗殺犯のルイを殺害せよ。そうか、ついにか。遅すぎたくらいだ。公表されてないが、陛下の死が殺しだって話は軍じゃもう公然の秘密だ。ルイメ、今度は陛下までも。それだけじゃない、事態は一刻を争うの。王子の容態が芳しくなくて、里の秘宝で遠見の鏡と言うそうよ。見えているのは今この瞬間の王子の姿。
王子殿下、呪いの茨は健在か？特にはやっぱり術者のルイの命を絶つしかないみたい。それにもたもたしてたら次の王様が勝手に決められちゃう。命を絶つ、順を追って話さなきゃならないようだな。15年ほど前、子供同然の弱いで志願してきた一人の新兵が、ず抜けた軍祭で周りを驚かせ、怪物と噂になった。ルイ・グイアベル。傭兵と魔法戦の天才だ。一時は最年少で将軍かとまで噂されたが、ある日、奴は事件を起こした。王子の襲撃事件ね。王子殿下は敵の魔導士の魔法を受け、死の呪いに侵されてしまった。その魔導士こそ他ならぬルイだ。今や王子殿下だけでなく陛下をも手にかけた大罪人。万が一にも玉座につけば王国は滅びる。でも王都を歩いてみた感じ、ルイの支持者って割と多かったんだけど、そこまで疑われたのになんでなの？ルイの手際は見事で、物証は何も出なかった。疑いは残ったが投獄はできず、結局地方へ領地替えされるだけにとどまった。それに奴は現場の軍人たちからは有能な上官として今でも支持が厚い。容疑を濡れ衣だと信じてる者も少なくない。実際奴が中枢にいた頃の国軍は圧倒的だった。長年くすぶっていた独立運動が平定されたのはルイの功績だ。悔しいが奴は確かに強い。武術に魔法、紛れもなく天才だ。世の中に納得できず力を求めてる連中の憧れなのさ。グライアスがそこまで言うなんて、これは骨が折れそうね。その仕事俺にも手伝わせてくれ。そっちは部外者だったわけか。タヌキ寝入りで盗み聞きか、逃げおせると思うか？さっきので魔導器も壊れちまった。逃げる気はない。俺は俺の正義を貫きたいだけだ。ねえグライアス、助かったのは彼もいたからよ。人手不足だし手伝ってもらおう。救った命を粗末にすることはない。お前、仲間でもない初対面だったこいつに命を捨てて加勢したっていうのか？戦いで貴族が平民より後に死ぬのは恥だ。俺は貴族としてその正義に従っただけさ。俺も焼きが回ったな。妙な動きを見せたら容赦なく殺す。それじゃあというわけだ。またよろしくな。だが俺たちが助かったことは伏せる。身を隠すには死人のままの方が好都合だ。大義を遂げるまでその命預からせてもらう。やるしかない。国葬にはルイも現れる。それまでに王都に戻れないと勝機はない。だが街道を通れば検問に合うだろう。そこで別の道を使うぞ。この先の廃鉱山を迂回せずに中を突っ切る。今夜は傷を癒しておけ。明朝に出発しよう。頼むぞ。ここから本当の任務が始まるのね。それこれで少しは落ち着けるな。お前ら二人は今日のが初仕事か。初陣で人間に出くわすとはな。よく生きてたもんだ。あいつらは何なんだ。どう見ても普通の生き物じゃない。人間の生態は謎だらけだ。マグラに守られ普通の攻撃は効かず、姿も習性もどんな動物にも似ていない。確かなのはここ数年被害が増える一方だってことだ。俺が砦に潜入してたのはその辺を調べるためだ。何か掴んだのか？えらく食いついてくるな。残念だが確かなことは分かってない。
夜は長い。他にも聞きたいことあるか。任務について聞いておきたい。この頭数で正面からは挑めない。必然的に暗殺ってことになるな。ルイは王族殺しの滞在人だが、皮肉なことに民衆は必ずしも奴を嫌ってない。人間を討伐できる武力を持ってるからだ。軍が手を焼いてる間にルイが次々と勝って回ってる。奴もある意味怪物さ。お前より若い頃から天才軍師としても魔導士としても一目置かれていた。そんな相手を俺たちだけで狙うのか。国葬の人混みを利用するしかないだろうな。ルイだけは絶対に許すことはできない。必ず仕留める。